こんにちは。ドラマ大好き、タロットリーダー協会のさくらみくです。今回の題材はミュ404です。原作なしの野毛明子さんによるオリジナル脚本、連ドラとして見続けたくなる要素も散りばめられていて、1話ずつのエピソードもしっかり描かれているのでとても見応えがありました。演出は塚原さんでアンナチュラルコンビなので、たびたびドラマにアンナチュラルのメンバーが出てくるのがファンにとってもたまりません。事件としては最近よく耳にする煽り運転や幼児虐待、外国人留学生を取り囲む厳しい社会、 SNS の情報を簡単に信じてしまう人たち、そして善意のつもりで SNS に情報を拡散してしまう怖さ。野木さんは社会問題をドラマに取り入れるのがとても上手です。見えなく前半画面に出てきた映像が後半に伏線となって出てきたり、冒頭で交わした言葉がラストにつながっていたりと、そのつなげ方が見事で毎回すごいなと思って見ていました。役者さんもすごく良くて、特に須田くんのヒールっぷりは見事でした。ひょうひょうとしていて息を吸うように罪を重ねる怖さ、得体の知れない不気味さが悪魔的で、とてもそれが魅力的になっていました。ドラマの中には良いセリフがたくさんあって、今回はその中で一部2つ選んでご紹介したいと思います。どうぞ。刑事ドラマや漫画で起訴が題材だと早く捜査一課に行きたいという話が出てきますが、いぶきは事件が起きた後よりも事前に止められることに対して最高じゃんって話していたのが、そんな風に考えるのが素敵だなと思いました。ちょっとした事件や些細なことが最悪の事態になってしまう前に自分がスイッチとなって止める。最終回で久住を逮捕した後に島が最悪の事態になる前に俺たちが止めたというセリフにもかかっていますよね。このドラマの大事なテーマの一つのように感じます。誰かが誰かのスイッチになる。出会えたことで良い方向に行くスイッチ、悪い方向へと行ってしまうスイッチ。このドラマの中には他にもたくさんの良いセリフがあるのですが、今回はこの辺にして、そろそろこのドラマをタロットで表す何かなというのをやりたいと思います。このドラマミュ404をタロットで表すと悪魔です。でも悪魔だけだとちょっと寂しいので、サブカードで0の愚者をつけたいと思います。悪魔のカードのキーワードには欲望、執着、囚われ、誘惑などがあります。簡単に言うと人間の本性を表しますが、誰の心の中にもこのカードが象徴する部分はあります。それが大きいか小さいか、表に出ているか隠れているかは人それぞれで、それがスイッチによって大きくなってしまったり小さくなったりすると思います。本能や欲望はコントロールが難しいものです。悪魔は見えないもので現実に存在するわけではありません。このドラマのミュ404の404も Not Found とかけていて、いろんな考察がされています。10話のタイトルは Not Found でしたが、何が存在しないのかなと思っていたら、同時多発テロが起こり、それがまさかのくずみによるフェイク映像でした。存在しない事件、そしていぶきと島が乗るメロンパン号をテロリストとでっち上げ、それを信じてか興味本位か存在しないテロリスト班の情報をネットに上げる人たち、それを操りまんまと逃げるくずみはまさに悪魔的な存在に見えました。善意のつもりで SNS を拡散し、本物の悪者を逃がしてしまう人たち、恐ろしい時代です。この Not Found、くずみのことでもあるんじゃないかななんて思います。
結局彼の正体はわからないまま、この世には存在しないのかもしれません。彼のクズミという名前はクズを見捨てるのクズミと本人も語っていますが、彼はその他にもゴミ、トラッシュ、バスラー、スレイキーという名前も使っていて、そのどれもがゴミを意味しています。どれも簡単に捨てられるということでしょうか。最終回で俺はお前たちの物語にはならないと話しながら顔を隠していました。素性が分かって勝手にいろいろと想像されて分かった風にされるのが嫌だったのかもしれません。私は伊吹派ですが、クズミや謎が多く惹かれてしまう部分があります。人によって自分を変えてその人の心に入りドラッグを進めていく、その魅力と誘惑はまさに悪魔。サブカードの駆者はカードの意味というよりも数字の0で選びました。最終回の最後に出てきた新国立競技場の0の形をした屋根が出てきましたよね。間違っても何度でも0から始めればいいと語る伊吹と島、生きてさえいれば分岐点が訪れてスイッチを良い方へ入れたらやり直すことができるんですよね。今は大変な時代だけど、この先には良い方向に変わるスイッチがあるはず。生きてさえいれば挽回できる。そんな力強いメッセージをもらった気がします。ゼロという数字には強い力があります。この愚者のように明るい未来を信じて生きていきたいですね。いかがでしたか？他にもこれをやってほしいなどがありましたらコメント欄にお書きください。 TRA では毎日いろんな動画を配信していますので、チャンネル登録をお願いします。それではごきげんよう。